はい、こんにちは、速稼塾の久保でございます。今日は令和2年の6月28日27日ですね、27日土曜日ですけども、先日6月22日のことですが、プロテインをね発注したんですよ。これ箱が届いてます。ですんでヨーロッパからだったと思うんですけども、この発注は1週間も経たずに手元に届きましたね。ではどんなものがあるのかちょっとね少しずつ上げて見てみようかと思います。こういう風なのがまずあります。1万6000円分ぐらい買ったんで結構ありますよ。まずはこれね、このクラッシャーってやつ、クラッシャーですね。これが一箱届いてます。はい、ブレイクバーで、これもずっしりと来てますよ、ずっしりと。はい、でプロテインスプレッド、これ何でしょうかね、チョコレート、パンにつけるチョコレートみたいな感じに見えます。あとシェイカー、今までダイソーのシェイカー使ってたんで、ちょっと心機一転、このねかっこいいシェイカーを使ってプロテイン溶かして飲もうかと思います。その他、はい、アーモンドが栄養補給にとってもいいということなんで、これをね一つまみ食べていこうかと思います。これが皮下脂肪を計測する機械だそうなんですけども、使い方は分かりません。これから見ていこうかと思います。ミスター M さん、これ持ってます？で、本体のプロテイン1キロものが結構でかいですね。なんかお米の2キロ袋を買ったみたいな感じです。すごいうばさばさって感じで、しっかりと飲めるんじゃないかな。これで40食分ぐらいあると聞いてます。他にもまだありますよ。あ、シェイカーまだあった、3つになっちゃったよ、シェイカー3つ。はい、でこれプロテインクッキー、これもね、どっさり入ってますよ、プロテインクッキー。いや、すごいっすね。で、まだあります。これはなんだ？レイレッド。ね、プロテインのレイレッド。マイプロテイン。かー、これもね、食べ手がありますね。食べ過ぎちゃうかもしれないですね、逆に。で、最後の1個なんですけども、インパクトファイ。これと同じやつですね。同じやつが届きました。味がそれぞれ違うんですけども、何味だったかな？バナナとバナナ。バナナのダブルになりました。バナナ味よろしかったんでしょうか。これをね、シェイカーで溶かして飲むのが基本になるかと思います。それではね、バラバラバラっと並べてみますね。で、上空から撮影するとどのぐらいの分量なのかってことがお分かりになるかと思います。はい、こんな感じですね。じゃあ、映します。はい、こんな感じですね。1万6000円ぐらい頼むと、こんな分量になります。すごいね。1ヶ月以上持ちますね。2ヶ月ぐらいかな。で、以上が私の今回買ったプロテインなんですけども、やっぱりね、気になるのはこの辺のお菓子類ですよね。これが、カロリーがあんまりなくって、糖質が抑え気味で、で、腹持ちがいいということなんで、間食代わりにね、今までゆで卵を食べてたんですけども、その時にちょっと食べようかなと思います。ミスター M さん、監修いただけたらありがたいです。それでは、山田くん。喋ってるじゃん、山田くん。だいたい。で、山田くん喋ってるよ。じゃあまた。